よし、今日も一番乗りか。さて、メールでも開いて今日の準備するかな。では朝礼始める。みんなおはよう。おはようございます。部長すいません、朝一で訪問があるので外出してきます。おはやな、頑張ってこいよ。はい部長、契約取れました。お、さすがブラックだな。ありがとうございます。いや、実はこの後のアポもほぼ確実でして、チームの不足分はこれでカバーできると思います。いや、本当お前頼りになるな、ブラック。いえいえ、まだまだこれからです。おい、ゆとり。ああ、ブラックさん、お疲れ様です。最近調子悪いみたいだけど、大丈夫か？そうなんですよ、最近提案しても断られることが多くて悩んでまして。ニーズの把握があまりできてないのかもな。提案するときに必要性を作らないとダメだぞ。商品が相手に必要だと思ってもらえないと絶対うまくいかないからな。なるほど。例えばゆとり、このペン俺に売ってみろ。あ、はい。このペンはとても書きやすくて、あと値段も安くてですね。違う、貸してみろ。はい、はい、じゃあゆとり、はい、そこの紙にサイン書いてくれ。あ、はい。ちょっと今書くものが。ここにペンがある。はい、今のお前なら買うだろう。あ、確かに。こうやって必要性を作り出す。人は物を売られるのは嫌だけど、自分から買うのは大好きなんだよ。あ、なるほど、勉強になります。まあ、また何かあったらいつでも聞いてくれよ。あ、はい、ありがとうございます。頑張れよ。はい。部長、お時間よろしいですか？ああ、どうした？実は新規事業のご提案がありまして、今3つの案を考えております。こちら企画書ですので、ご覧ください。おお、さすがブラックだな。見させてもらうよ。おお、みんなに新規事業考えろとは言ったけど、本当に持ってきたのはお前くらいだよ。はい、ありがとうございます。では続きまして、現場社員のホイということで昨年度全社成績トップのブラックさんにお越しいただいております。ぜひ現場で活躍している社員のお話を参考にしてみてください。それではブラックさん、お願いします。はい、ただいま紹介に預かりましたブラックと申します。今日は就活生の皆さんに私の経験から学んだことややりがいなどお話をして、少しでも参考にしていただければと思います。よろしくお願いします。今日も充実した一日だったな。あ、この後お得意様との接待か。早めにお店行っとかないとな。本日はお越しいただきありがとうございます。こちら会長のお好きなお料理とお酒がございましたので、お味はいかがですか？ああ、とても美味しいよ。さすがブラック君だ。いや、本当に優秀だよな。よければうちで一緒に働かないかい？引き抜きだよ、引き抜き。会長、それは困っちゃいますよ。うちのブラックはエースなんですから。いえいえ、嬉しい言葉です。ありがとうございます。ああ、接待もうまくいったみたいだし、よかったよかった。ああ、まだ少し時間あるし、カフェで勉強してから帰るかな。あ、ブラックさん。お、この度部長にご昇進されるみたいで、おめでとうございます。ありがとう。本当にブラックさんってすごいですね。どうやったらそんなにすごくなれるんですか？いやいや、みんなのおかげだよ。これからも一緒に頑張ろうな。